第16回松阪なでしこどんな花祭りが5月21日から開催されるにあたり、主催者であるミズネットワーク松阪の代表者が竹上市長を表敬訪問しました。竹上市長に表敬訪問したのはミズネットワーク松阪代表の岡みどりさんとメンバーの宮村みどりさんの2人です。松阪なでしこどんな花祭りは松阪三鎮花の一つで知られる松阪なでしこと、松阪の魅力を多くの人に知ってもらおうと商店街のおかみさんらが作るミズネットワーク松阪が中心となって毎年開催しています。今年は駅前や商店街を中心に約20の場所に松阪なでしこを設置すること、平尾町のなでしこ館とポケットパークで5月21日に行われる献花式では、着物姿で参加した先着30名に柳家宝禅の定茶券と旧長谷川家の入場券をプレゼントすることなど、催しについてミズネットワーク松阪代表の岡みどりさんから竹上市長に説明しました。松阪なでしこどんな花祭りは5月21日から5月31日火曜日まで行われます。江戸時代に松阪で発祥した松阪なでしこ、1年がかりで育ててきました。綺麗に咲きました。ぜひこの優雅ななでしこのお花を見に遊びに来ていただけたらと思いますので、お待ちしておりますので、ぜひいらしてください。はい、一人でも多くの方に松阪なでしこの魅力を知ってもらいたいですね。